皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデモンズソウル遊んでいきましょう。さあ前回についてこのボーレタリアの王城を攻略中です。で前回ですね、結構上に登ったせいに赤目先生がいまして普通にぶっ殺されました。今回そうね、なんで彼のいない方向に進んでいきましょうか。で敵全員復活してます。これは素通りしようかな。あーでも結構こうピョーンと飛んでくんだね。でここも2人プラス奥に3人ぐらい、右1人奥2人左遷取ります。あここもいた、ダメです。今ローリングで回避して、あとそうそう、ここのなんかほわってる穴があって、視聴者さんに聞いたところなんかね、普通に死ぬって言ってた。ここただどうしよう、行ってみる、せっかくだから記念に。これ結構追ってくんのかな。ここ、ああ、来てますね。いや、4人衆。仲良しだね。さあ、ジャンプ切りが出ない、このゲーム。え、ジャンプ切りこれないの、このゲーム。せいせいせい。また待ってて。とりあえず、こいつらを殺してから穴行ってみよう。さあ、全員かな。よし。これね、だって、なんか見るからにこれ気になるもんな。これ行ってみようか。意を決して。リメイク版発売を記念して。突撃！おや？なんだろう。吸い込まれてって死にましたね。これ着地もできないんか。となると何？もう行くだけ無駄ね。あそこは。じゃあどうしようかな。パパッとまず上まで行こうか。もうソウルパンになったんで回収ができない、もったいね。そうね、やっぱりまずは中間セーブか。どっかでそのかがり火というかセーブ地点的なものがあると思いたい。どっかにこれだってないときつくない。あこれソウルか、さっきの。結婚に触れる、くっそ。よし、さあこれでリゲインドロストソウル、失ったソウルを取り返して、で処理中が入る。敵の数が多いっす。待ってな、そこに怒ってってくんないかな。そう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 、はいはい、さよならお疲れさんでーす。とそこの2人、いやそれジャンプ切りやめえよ。そうガード、よし。でとりあえず草を食っていいね。三日月草、これ有能だわ。あとですね、装備、このソウルの軌跡、これはランタン的なやつ、腰のね。ソウルの技により光を放つ石、その光は周囲のソウルにより色を変える。開くもの、賢者フレイキの友であり魔術的工芸品で知られたゲリの柵の一つ。軽量かつ扱いが容易であることから広く旅人に愛用されている。いいね、ランタン効果、この腰の光ってるやつね。でここは2人2匹いたんで、そうそうそう、ちょっと引いてからの釣り出して、無音じゃないんだよ。で死んでもらって、そうそうそう、あのラッシュね、わーってやつ。でここは何もない。でもこの感じもやっぱりいいね。最初はちょっと到達するのに苦労するんだけど、慣れてしまえば爆走して進んでいける。パパーっと。さてここは、あそうそうそう、ここに2匹いて、ちょっと待ってね。まずこいつでローリング、そう回避してから、あとねこのゲームローリング切りもモーションとしてあるみたい。おっせちょっと待ってね。ロリってからのこれかな、切り上げね。いやでもやっぱりモーションがすごい丁寧ね。この頃からあるんだ回避切り、やっぱ動作として自然だもんね、あった方が。でですねここはこのなんだっけ、鎧壊し、メールブレーカー、これにして、注意ガード、よし、はい。
落っことしてから、ここ暗い。あとね、そう、このモーションになるんだ。あのね、この一つ剣がですね、ガードしながら突っつくと、この剣を構えながらこういう風に、プッていう風に刺すんですよ。これがね、ダクソでもあったモーション。この頃からあったんだ。これすごいな。ゲー細かいね。ちょい待ってな。よし、もう一発。さあ、行ったね。さいなら。あ、待って待って。岩はここだったっけ？あ、違うっけ？あ、このもうちょい先ね、確か。押したカウンターに入った。と、もう一匹。出た、そのラッシュ。待ってね。今、上からと重なったわ。そう。で、前回そう。これ取って、ここに一匹いるっしょ。覚えてるよ。はい、いや、待って、仮に回避した後からの二発目食らったわ。で、ここもさらに一匹いて、このですね、ネイルブレイカー、あれできるわ。バックダッシュ好き？下がりながら切っていけるっていう。ちょっと癖があるんだけど、どれかな？そうそうそう、これね。これが、ああ、これスマッシュ攻撃なんだ。なるほど。これもちょい癖があるんだけど、まあ、便利といえば便利かな。よし。ああ、死んでね。5回ぶっ刺して死んでないか。ちょ、見えね見えね見えね。このスマッシュ攻撃、これ、めちゃくちゃ扱いにくい、これ。よし。で、あれ岩がもうないぞ。いいの？そんな優しい設計でいいのかい？さあ、ここは、連打からの、よし、高低差。で、今回、絶対そっち行きません、もう。絶対行かない。あ、でも、なんか撃ってくる人がいる、もう、しかと。さて、こっちね。ここはブロードソード。これに変えて、まずこいつの地上戦をしっかり、肩をつける。あれはパリーかな、今の。危ね。怖えな。はい。あ、ガードしてる、クソ。やるね。もう一発くらいかな。クソ、振ってこい。あー、なんか食った、なんか食った。おい、何食ったんだよ、それ。草かな。でも、ずーっと右から撃ってくるし、あいつ。で、回復は多分これ1回だよね。ですよね、多分。勝手に作ったなんかルールなんだけど。よし。で、半月草。と、なんか、平和そうなさ、色してるんだけど、これどうなんすかね。はい、あ、もうクソ。入ってみよう。入る。なんとなく平穏っぽい色をしていた。と思うじゃん？そうでもないんだよな。高低差がえぐい。なんだここ。これどっちかっていうとやっぱり先にあっちかな。ここは何もない。隠しの壁とかないですかね？今んとこないかな。ここ怖い。この空間なんだよ。今、カクってなったもん、一瞬。ロードしたんだろう、何かを。チラッ。左右確認。上も怖いな。なんだ、ここ。これ何？火炎壺。火炎壺か。ただ、使うタイミング難しいね。これは壊しても出ないかな。いや、ここも下に行く。なんだここ。待って待って待って。勝手になんか変なアクション起こさないの、君たち。自爆してったよ。なんだ？とりあえず、盾を構えながら、下っていく。うわ。いらっしゃる。これ何してくんの？突進ね。よし。ならば、たやすい。一発回復しようかな。これは何？切れるの？あー、ですよね。切れて？で？あ、これもか。これ切ると多分ショートカットかな？なんだろう。ほい。
いや、アイテムが出たんだ。で、そっちがスタート地点でしょ？なので、まあ、一回死ねば、あのアイテム回収できますという感じかな。で、ここから下。これ回復しようかな？どうしようかな？すごい微妙なナイフ。まだいいんだけど、なんか、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。ほら。うごめいてる。あー、怒ってた。ただ、落下弾、あ、なんか爆発した。もう、よくわからない、これ、アクションが。何が起こってる、そっちで。報告しなさい。何かぶっ飛んだ。何かよくわかんない。よし。うわ、そこであの、ラッシュかね。わーっていう。で、三日月草と奴隷の盾。多分、奴隷の盾はもうゴミでしょ。よし。先出しじゃんけん。と、レバーね。これはぜひとも、ガッチャンコ。これで？あ、これもしかして何？スタート地点に近い？しがみつく者の指輪。これ見てみよう。装備にして、指輪ね。これですね。しがみつく者の指輪。瞳はかたどられた神秘の指輪。ソウルの体になった時の HP の減りが小さくなる。これはぜひとも装備しましょうね。よし。で、これもですね、重量 0.2。一応そうね、重さの概念がある。うわ、ここも待って、処理落ちしてて。あ、で、これがさっきのとか、落っこったところ。ボロ布、この装備。と、古びた香料。あとですね、翡翠の髪飾り。なんだこれ。翡翠の髪飾り。これで、あとこれそっちもいけんのか。今ここ、この辺はね。じゃあ見ていきましょうか。古びた香料。まずこっちね。刺激のある甘い香りを放つ古い香料。使用者の MP を大きく回復する。多種多様な発酵物を混ぜ合わせて作られるが、これを作る者たちの素性と刺激の強さから、場所と時代によっては金星の品となることもある。MP 回復。あとですね。なんだっけ。ローブ。これはどうなんだろう。ちょっと比較してみようか。物理防御力26。ボロ布。破れ、ほころびがひどく、たくさんの不快虫がうごめいている。まともであれば、このような衣装をまとうとは思わないだろう。そうだね、ここら辺はちょっといらないかな。ただ、まあ、軽さに優れてんのか。あとね、これ女性専用って書いてある。ボロ布、このワンタイね。となると何？こっちも？あ、これもそうね、ブーツ。女性専用。ということは、つまり、この殺された人、これが女性ってことか。今のこの死体ね、落っこってきた。こういった推察ができる。女性、でも、どうなんだろう。よくわからんっすね。これが女性かと言われるとよくわからん。男性にしか見えないんだけど、まあ、そこら辺は触れずにおこう。あとね、あの指輪。これ装備しただけで変わるんだ。ほら、HP 増えてる。やったー。じゃあ2回草を食って、で、こっからさらに登って、あ、今のこれが爆発するやつか。多分、赤いやつ。じゃないかな。おそらく切ると爆発します。おそらく。で、怖いのがその、どんぐらい暗いかわかんないっていうね。あとね、そうそう、昨日、パート1の動画を撮った直後っていうか、明け方か、朝の5時に、プレイステーション5の値段と、あと、デモンズのね、リメイク版の値段も明かされました。どっちも11月の12日に発売。で、プレステがですね、49,980円。と39,980円。しかもコントローラー付き同梱されてます。で、デモンズがですね、7,900円かな、定価でという値段。いや、でもプレステ5はだいぶ頑張ったね。結構無理をしてるわ。俗に言う逆座やね。これここの、あー、やっぱりなんか下行けそうだと思ったらそこになんかアイテムあるんだけど、これこっから落っこっていけんのかな、よくわからんな。こっちから下っていこうか、じゃあ。ここら辺が本当にガチで怖い。そう、割といたもんね。下にいっぱい。あとは？あいつあれ何なんだろう？体がもやってる。多分強いんでしょう。で、その前に、まずこいつね。これは、スーパー。
ってまった。これは。手間ってあって、処理落ちプラス大ダメージ、くそ。ここは半月を。よし。周回復。で、回避してからの。よし。そっか。これがあったんだ。多分可燃性のあれか、じゃあ。ここは何もなし。今作あれあんのかな？透明な壁？叩くと、出るやつ。こいつは槍か。これさっきのところ、あれか、多分、落っこちないと取れないかな。よし。何？これどう行く？そっち。と正面。これそっちな。爆薬だらけ。これはじゃあ、火炎壺にして、多分敵いると思うんだよな。なので、先行しても投げてる。どう？いや、でも、反応がない。ということは？誰もいなかった。何ここ？ちゃい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 。なんか元気な方が来ましたね。斧使い。うおー、しかもこっちから来た。時間差で。なんだこいつら。殺すよ。ちょいちょいちょい、危ないです、危ないです。これね、そう、ローリングが、ゆっくりなもんで、全然機能しねえ。これ困ったな。ここは一つ剣と思ったんだけど刺さらんな。ここね、よし、いった、ダブルキル。これどうしよう、結構むずいぞ序盤から。てか中間セーブどこなん、マジで。あるの中間セーブ？ないの？ないってことはないよね。そっち、うお。多分なんかこれ、こういけるんだろうな。こっからこういってそこに着地できるんじゃない？どうしようかな。この布陣を突破せえと。ほんで、上行って、そっち行くのかな。これちょっと待ってね。こっちも。これ多分こっち行ったら、あ、でも、あ、いけるわ。帰ってこれないかと思いきや、普通に行けるわ。ここ危ない。なんか変な人がいる。何してんのこれ。これは、話せるんだ。話しかける。Good day to you. Care to look over my wares? Mostly stolen, but who's telling you? 盗品ばかり。これはなんていうかな、野良商人。話す。Be a brave knight or depraved slave. The demons will snatch your soul, then you'll go mad.And those who dare cling to their humanity are hunted down. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. これそうか、人々もソウルに魅了されて狂ってしまったんだ。ソウル狂い。前回パート1の冒頭のムービーでバラルファクスっていう人の名前が出てきたんですね。ボーレタリアの王様の配下の剣の達人かな、バラルファクス。で、一応裂け目を通って生き延びたっていう話だったんだけど、彼もソウルに酔ってしまった。多分出てくるんじゃないかな。でですね、三日月草、これ高えな。100円もすんの？ロートス。他に買うもの。クラブ。ウッドシールド。ウッドシールド。これが500円。まあでも、兵卒でいいかな。これ兵卒だってるよね、読み方。だと思う。1000円か。まあ持ってるわ。よし。と、プレートヘルム。これも持ってるね。じゃあ、ここら辺はいいかな。指輪持ってない。いいや。Go ahead, take your time. I'm not going anywhere. これも、いけないかな。ですね。何？ここ何なんだよ。この部屋は。ほぼほぼ役に立たん。あ、となったらやっぱこっちか。こっち行こう。意を決して。行くぞー。さあ、戯れよう。殺し合おう。よし。まず一人。かかってきなさい。ちょ、待って、死体は連れていかんでいい。ここ、待って、このなんかゲーマー的にほら、この下とか気になるじゃん、これもう。で、この方、これなんだろうね。
これも多分ソウルグレイっていう感じかな。まずい。まともな顔色してないもん。どう見たって。で、一発、草食って。いや、20個あった草ももう、12個。減ったね。しかもレベルアップできないし。こっから、ああ、これこっから下行けるんだ。いや。この数よ。これはやっぱ釣り出しかな。こいつにロック。よし。よし。さあ、カウンター入った。大丈夫。今のカス当たり。よし。痛くない。そんなに痛くない。あれ、探検か。こいつら。リーチはだいぶ短い。メールブレーカー2本目。2本目か。どうせと。どう扱えと。2本持つ。でですね。こっから、こっち行けんだな。上も行け、あ、危ね。危ねっす。もう一発。よし。ここ何？食堂？いやー、これ絶対強いと思う、あれ。前回学んだもん、ほら、青い人いる。もう。青い方がいる。絶対こっち来んなよ。戦士のソウル。これは、絶対に強い。なんなん？赤目と青目か。これどうしようかな。ちょっと、逃げよう。絶対死ぬ。死を確保した。戦わずして。配送します。あれは強いと思うな。まあなんかその感じは、そうだね。初代ドラクエとかさ、あと最近で言うとディビジョンとかね。なんかそこら辺に似てるかな。レベルの差があってもう絶対何してもいけませんよっていう。よし。さあ、ソウルを吸収してからの、こっち。あー、待って、青い。ここでも青い人いるの？あ、意外とこっち行けんな。そこまで、なんか、バカみたいに強くはない。さあ、押しのけてからの、押し、いった。はい、ザコー。勝利の前。はい、勝ちました。じゃあ、下の方行けんじゃん、これ。半月草。ちょっと待ってね。このボケをしばいてからじゃあ下行くか。押すぞ、おら。よし。で、後付き層。また霧がある。こっから先行けと。なんじゃこれ。広がりがね、よくわからん。まあ、最初はそうか。ソウルは。みんなわからんわな。あれ？こいつさっきのかこれ。生きてんの？足腰が強い。ほんで、じゃあこっち行って下見ようか。何があるか。こっち。先方寺はこっちじゃー。いやでもこいつになんか、やらかして負けるっていう、説も全然あるからね。これ槍かな？振らせて、それ一発？あ、槍じゃないわ。剣か。地上戦。よし。歩いてかわす。で、3発目来ない。来ないんだったら切っちゃうよ。よし。いやー、こいつは楽だな。やったどー。あと、両手持ちは、前はできないか。両手持ちしてからの、これもできるね。そうそうそう。勝利の前。さて、草ばっかりもらうわ。なんな、葉っぱ屋さんかな。ほんで、あ、これがさっきの上から見たとこね。つながりはなんとなくわかるんだけど。でって話じゃない？こっちに来てなんだっつうの？おお！待って、2匹来た。ただ、雑魚落ちなんで、まあ、これは勝てるでしょ。ジャンプしてこい。してこない。はい。あれなんだ。フレンドリーファイあるんだ、このゲーム。味方になんかたまたま切って死んでたぞ。そうなのこれ。よし。さあ、三日月草。いい子だね。アイテムくれるんだったら、いい子だね。と、シミタ。シミタこれ見とこうか。装備。
これですね、シミター。小型の極限、刃による攻撃に主眼を置いた斬撃武器は柔らかな表皮に大きな威力を発揮する一方で、金属鎧、硬い鱗などには効果が低い。また対象を出血させる。この硬い鱗っていう表記があるってことは、その硬い鱗を持った敵がいますよってことね。前もあったな、硬い鱗。メールブレーカーか。ここ、これ何？あれ、これで終わり？あれ、ぽいですね。これで終わりかな？いや。違うね。くぅ、そこのあいつは強そうなんだよ。なんだ？助けてくれ。これはですね。これ待ってね。危ないやつ。火炎壺。ほらよ。あれどう？行って。また、ラッシュラッシュ。危ない危ない危ない。死ぬところだった、今の。そこの奥のやつに。よし。で、こっから、ポイして、はい。よし。で、草に変えて、草食って。痛い。ラッシュ、大丈夫。くぅ、二人で飛んでくるくす。この陣形えぐいな、これ。しかし殺す。よし。ペンペン。で、さらに、草食って。ソウル、1700。レベルアップして、この樽ってこれ生きてんじゃないの、もしかして。大丈夫？よし。さあ、大体やったぞ。こいつは？話しかける。My thanks for your brave rescue.I am Ostrava of Volataria. Accept this as a token of my gratitude. 真鍮の望遠鏡、ありがとう。多分遠く見えるアイテムかな。とソウル。何？共闘しないの？でもああいった人間もいるんだね。まともというかさ、話が通じるタイプ。これ見とこうか。このゲームがですね、プレス3という特性上、スリープがないんですよ。スタンバイモード。これが結構きつい。これね、真鍮の望遠鏡。歪んだガラスを使用した珍しい工芸品。遠くを鮮明に見ることができる。ボーレタリアの南方、比較的進んだ地域のものであろう。よし、これもまあおなじみですね、アイテムとしては。じゃあそうですね、すいません、今回ですね、時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、再び上に登って、でからの霧の向こうかなっていう感じで進んでいきましょうか。あと待ってね。そこでなんか戦闘してない？ああ、勝手にやっちゃってるんだ。復讐だ、つって。お、アイテム。これ、もらっていいの？ありがとう。よし。さあ、ソウル。解き放たれて、この子どこに行く？あと、ここも敵いるんだけど、待ってな。これ、爆発すんだよな、これ。ほら、奥の方爆発してないな、クソ。あ、これまずいやつ。先生、先生、獲物です。先生、獲物です。どうぞ。でも、この人も結構食らってない？やってこいよ。逃げてくんだよ、こっちに。待って、ここで切ると先生に当たりそうで怖いんだな。はい。じゃあ、ここ全滅させて終わりにしようか。ここら辺ね。飛んでくる。で、からの、ワーは来ない。あ、でも見極めて、切っていく。あと、ま、ここで、これ長押しで、遠くに投げるのかな。あ、ですかね。ジャンプ。行って。危ね、回避。普通にご利用していける。待ってね。よし。さあ、三日月草と、鉱石のかけらと栄石のかけら。ああ、これは多分武器の強化だわ。やったー。これは美味しいやつね。これは絶対必要だわ。じゃあそうですね。今回ちょうどキリがいいんで一旦断りにして、次回ですね、さっきの予告の通り上行って、で、霧の向こうにね、進んでいきましょう。はい。
よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回レモンソウルでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。